冒頭ですが、映画「宇宙兄弟ナンバーゼロ」とのタイアップについてであります。この度文部科学省は今年の夏に公開される映画「宇宙兄弟ナンバーゼロ」とタイアップし、国民に広く科学技術への興味関心を持っていただくための広報企画を行うことといたしました。本企画の一環として映画会社の協力により子どもや若者向け啓発ポスターを作成し、全国の小中高等学校大学など約4万部配布するとともに、引き続き社会などの関連イベントを行っていく予定であります。この映画は宇宙探査や宇宙飛行士の養成などを題材としており、今回のタイアップによりまして宇宙開発利用への理解が深まるとともに、未来を担う子どもたちの科学技術への関心が高まり、科学技術人材の育成につながるものと期待をしているところであります。私の方からは以上です。それでは、ね、本社から一問お願いします。昨日文科省が生活扶助基準の見直しに伴う就学援助制度への影響についての調査結果を発表しました。就学援助に影響が出ると見られる自治体が 4% ありましたが、文科省として今後どのような対策を取られる考えがあるのかお聞かせください。はい、昨日の国会、答弁もありましたが、生活扶助基準の見直しに伴う就学援助制度への影響の対応を直接には行っていないとの回答した71自治体、4% について自治体名を公表したところであります。逆に言えば 96% がきちっとした対応をしていただいたということはありがたいことであります。文科省としては一両日中にも通知を発出し、この調査結果を各市町村教育委員会に対し情報提供し、引き続き生活扶助基準の見直しに伴い多制度に生じる影響についての政府の対応方針に基づき、各自治体において適切にご判断いただけるよう働きかけていきたいと考えております。ありがとうございます。それでは各社さんどうぞ。すいません、共同通信の口氏です。就学援助なんですけども、大臣のご懸念もあったかと思うんですけども、わずかとはいえ、影響が出る子どもたちが出る、もしくはもらえてたのにもらえない可能性が出る子どもたちが出るということに対して、大臣はどのようにお考えなのか、あともう一つ、これを、リカバーするような、実効性のあるような対策を文科省として、どう打てるとお考えでしょうか。子ども貧困対策の推進に関する法律、昨年、通常国会ですね、議員法で作っていただいたということの中ですね、格差社会が進んでいる中で、子どもの貧困によって、チャンス可能性がどんどんなくなっていくような社会は、これは絶対避けるべきことだと思いますので、ぜひこれは是正していく必要があるのではないかと思います。でこの子どもの貧困対策の推進に関する法律の第10条の規定の中で、教育の支援として国および地方公共団体は就学の援助等のための必要な施策を講ずることとなっているところでありまして、初めて法律に明記をされました。で現在森担当大臣の下で検討が進められております子どもの貧困対策に関する対抗案に関する議論においても、学習支援の充実などによる貧困世帯の子どもの学力の保障、それからスクールソーシャルワーカーの配置促進等が求められているということで、文科省としては義務教育段階の子どもの貧困対策を推進するため、これらの施策の充実に今後努めていくことによって、できるだけそういうハンディキャップ等がなくなることに対して、国、それから地方自治体等に対して、しっかり対応してくれる政党に立ってやっていきたいと思います。よろしいですか。そうですね、
はい、ありがとうございます。